おはようございます。ということで前回の続きなんですけど、今日は ANA のダイヤモンド修行3日目ですね。今ちょうど後ろに見えてるカプセルホテルチェックアウトしたところです。那覇空港にとりあえず向かいます。ということで那覇空港に到着いたしました。修行3日目スタートいたします。今回の、工程はほぼ昨日と同じなんですけども、今から、那覇空港から羽田に行って、で羽田からまた那覇に戻ってきて、最後、那覇からセントレアに行くと、3区間ですね、3便、今日乗って一旦ちょっと終了いたします。はい、でもうすでにですね、今航空券3区間分発券終わりましたんで、もうこのまま保安検査行くだけですね。この3区間乗るだけで1万5000ポイント近くぐらい稼げるんじゃないか、1万5000はいかないかな。あの最後のね、那覇からセントレアの便に関しては ANA 便のプレミアムクラスのあるね、飛行機の予約が取れませんでした、満席で。はい、今回の動画は昨日見せたね、羽田那覇とほとんど変わりないと思いますんで、内容がですねさらっと流してセントレアまで帰ろうと思います。それでは今日も頑張ります。ということで保安検査抜けました。やることないんでラウンジに行きましょう。昨日も同じようなこと言った記憶があるけど、食べ物食べれないとね、やることないんだよね。昨日も食べたブルーシールのシークワーサーアイスキャンディーですね。ガパージュもありますけど、シークワーサーの方が美味しいと思います。はい、こんな感じでアイスだけ食べてゆっくりしようと思います。本当はね、パンとかなんかお菓子とか食べたいけど我慢します。それではラウンジを出てゲートに行きましょう。32番ゲート。ということでゲートの前に来ました。ちょっと早いけどもうやることないんで待とうと思います。10時55分発、10時40分ぐらいから東京開始ですね。はい、東京462便、今日も頑張ります。しかも今日今から乗るやつは通称タクアンと呼ばれるスターウォーズのやつだ。777やった全然考えてなかったけど、予想して乗ってないです、たまたまです。到着しました。皆さんお辞儀しております。かっこいいね、目立つし、やった。はい、ということでゲートくぐりました。初めて乗りますね、このタクアン。ということで乗り込みましたけど、あれなんですね、シート新しくなってんだ。 78G のプレミアムクラスの特許と全く一緒のやつ、最新のやつですね。これめっちゃ当たりだ、めちゃくちゃ広いわ、最高じゃんUSB もしっかりあるし、今年の4月の中旬終わりぐらいからあの座席を減らして、この機材のシートを新しくしたと今 CA さんが教えてくれました。トリプルセブンダッシュ200、いや、いいな、よかったよかった。座席の配列は232なんですね。すごいプレミアムクラスの座席がすごい多いです。ああ、いいですね、久しぶりにもらいましたね、アルコールシート。もう最近普通席とか配ってないのかな、前は必ずくれたんですけど、たまたまか。キャリアンペンダントコンタクトセーフィーデューティー、皆さん、こんにちは。私は C3PO と申します。600万を超える言語に精通するドロイドです。
友人の R2D2 BB8 も一緒にいます。ご搭乗いただき誠に光栄です。それではこのスターウォーズ特別機でのフライトをお楽しみください。機内サービスが始まりました。で今回はちょっと食べようと思いまして、お品書きはこれチキン南蛮って言ってましたね。メインがあとわかめ梅ご飯などなど和食ですね、とわかめの味噌汁、はい、こんな感じでございました。はい、食べます。ありがとうございました。
ということで羽田空港に到着しました。この後ね、あと20分ぐらいで乗り継ぎなんで、すいません、乗り継ぎです。ということで乗り継ぎ専用通路ですね。久しぶりに通ったな懐かしい。それではもう早速制限エリア行きましょう。それでですね、今から折り返してまた那覇空港に戻っていくんですが、まさかのですね、またたくあんでございました。777スターウォーズのやつですね。自分が予約した時はね 78G だったんですよね。それ機材変更でこいつになってるんで、2回連続で乗れるなんて、まあいいで嬉しいですよね。普段一回も乗ったことなかったんで、まあ、またちょっと同じような内容になりますけども、また那覇に戻ります。どうも。ということで、ちなみに行きもそうだったんですけど、この那覇に行くフライトもですね、プレミアムクラス満席だそうです。エコノミーはね、ちょっと今聞いてないんだけど、行きはエコノミーも満席でした。週末なんでね、まあ、沖縄に行かれる家族連れが多いというのもあると思うんですけど、修行僧絶対多いですね。皆様、ただいま飛行機のドアが閉まりました。キャビンアテンダント、スタンバイアドア。業務連絡です。キャビンアテンダント、ステップスライドバー。ここで、オープンフォームの環境についてご説明させていただきます。475便をご利用いただきまして、ありがとうございます。この飛行機は ANA とスターアライアンスパートナーとのコードシェア便でございます。ご搭乗、ありがとうございます。Welcome on board. The use of the electronic devices will eliminate radio waves. Please all baggage behind. If it's any hindrance. 皆様、シートベルトは緩みのないよう、最後締めください。緩みがないよう、どうぞもう一度お確かめください。一人でお座りのお子様のベルトも合わせてお確かめください。お子供の小さなお子様はしっかりお出しください。お子様はお膝の上でしっかりお出しください。
この先は皆様の安全のため到着しベルトだけを何か消えるまでは座席をお立ちになりませんようお願いいたします。アナウンスがなんていうのかな、スターウォーズ仕様じゃなかったですね。一回も使わなかったですね。これなんでなんですかね。この差は何なんですかね。知ってる人いたらコメント欄に書いてください。放送をやるタイミングとやる便と全くやらない便と CA さんの判断なんですかね。期待してたんですけど全くなかったんでちょっとびっくりしました。ありがとうござい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 ました。いらっしゃいましたら、ゲート内中央、お越しください。ということで、あと10分ぐらいですね。これが今日の最後の修行のフライトになります。3本目、久しぶりこんな連続で乗りましたけど、結構疲れますね。まあ、座って乗ってるだけなんですけどね。まあ、でもやっぱ今日の収穫は777の PW エンジン搭載のタクアンに、乗れたということ、しかも新シートだったこと、これはねちょっと本当に全然計算してなかったんですよね。それがちょっとまあ今日は収穫だったなと思いました。良かったです。はい、それで最後のフライトなんですけど、プレミアムクラスがね空いてなかったんで、まあ、普通席でセントラまで帰ります。それでは最後のフライトです。ね、プレミアムクラス空いてればよかったけどな。席数が限られてるのと、みんな争奪戦ですよね。平日なんですけどね、結構厳しいですね、特に8月は。まあでもそれでも倍キャンペーンで普通席でもそこそこもらえるんで、はい、大丈夫です。行きましょう。乗り込みましたけど、この機材もなかなか当たりでしたね。あとで最近セントレアにめちゃくちゃ投入されてるエアバスの321ですね。USB とかもついてますね。まだ新しいんで結構綺麗です。座席は6番の軽度の窓側で、ちょうどエンジンの前ですね。キャビンアテンダントです。キャビンアテンダントです。フライトカー今日もスターナイアンスメンバー ANA 名古屋行き308便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。皆様に安心してお過ごしいただくために、お客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや咳エチケット、ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on boardご案内します。片方を持ち上げてください。To unfasten, raise the flap. 禁止です。Photography. 手の内または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませます。In place of my flap at the door or on the wing. If you require assistance or have any questions, please contact the cabin attendant.
されますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますので、もうしばらくお待ちください。皆様、今日もサハラニアンズメンバー ANA をご利用いただきまして誠にありがとうございました。お待たせいたしました。ありがとうございました。ということでセントレアに戻ってまいりました。2日ぶりかな。ということで ANA ダイヤモンド修行3日目がこれで終わりました。一応ねまだ加算されてないけど計算上だと今回でプラチナは達成しているということで、本日は3フライトですね、1万5000ポイントぐらい稼げたと思います。で今回ねこの後セントレアの東横インにチェックインして、また明日の朝ねとある場所に向かうんですが、それは次の動画でお届けしたいと思います。久しぶりにちょっと疲れましたね。でも3フライトしか乗ってないからね、こんなんで疲れてたらダメだよね。ということでまだまだ続きます。次回も見ていただければと思います。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。